はい。というわけで、皆さん、こんばんは。ありがとうございます。かぶくんでございます。えー、っとですね、今日はどんな感じになるんでしょうかね。まあ、もちろんフィギュアスケートのお話が多そうですね。あ、マイクボさん、こんばんは。ポーランド。あ、ね、えー、でも、あのドリームオーアイス、見慣れてきたのかなと、ちょっと思うんですけどね。うん。はい。 話あ僕のあれですね、食についての話もちょっとありますけどね、えー、そして薬についてのお話などもありますが、どんな感じでしょうか。YM さん、こんばんは。えー、本日、ドリームオン・アイス、えー、昼の公演に行ってきました。馬、え、く、ー、君のグラビティ、前半は音をよりつ、えーあのー、掴んでとても良くなったと思います。でも後半スピンを3つ入れて 長いステップを踏んでとっても大変そうということですね。グラビティで後半スピンを3つ入れたっていうのは、これはあのまとめてやってるっていうことでしょうかね。うん 最後のスピンができないということみたいです。シーズンインまで練習あるのみなのか、それともステファンが何とかしてくれるのか。やはりステファンのプロは難しいんですね。でもしっかりできるようになれば、とっても素敵なプログラムになると思います。頑張れということですね。なるほど。スピンの配置。技術的な配置がちょっとあれですかね。うん。まあ、あの、昨シーズンのプログラムのボーレードも、 なかなかスピンがね、えー、全部レベル4を揃えることがちょっと難しかったりしたことがあったので、結構最後の方のスピンも窮屈になったりとかね、うん、2つスピンが続きましたけど、うんまあ、レベルがなかなか取りにくいことも結構ありましたので、まあ、なそういった意味では、えー、ちょっと窮屈になっちゃったりとかね、他の動きをたくさんやるがごとくね、うん、そういったことがあると思うんで、 私、久しぶりにドリームオンマイストに行ったのですが、ノービスからシニアまで日本期待の選手の今季、シンプルがこんなにたくさん見れて楽しかった。以前とは随分あの感じが変わったかなって思いました。全体としてはクラシックは少なかったですねということみたいですね。なるほど。 ロックみたいな曲も多かったようなということですね。あとさっきのしょうまくんのボレロみたいなスピードと体力がいるようなプログラムが多かったように思いますということですね。なるほど。ということはそういう感じに、ね、あのなってくるんでしょうかね。リンクをいっぱいいっぱいに使って動きっぱなし、そういうのがトレンドなんですか。なんかそれがトレンドになってるのかな。うん。え島田真央ちゃん、私今日え初めて見せて、 いたただきました今期のフリー、あフリーなんですね、なるほど、もう完璧でしたね、もちろんジュニアですから、えー、試合開始も早いですからね、それにしても素晴らしかったです。ということは、あのー、あの暗い中でトリプルアクセルと4回転ジャンプをやったということでしょうかね、あのアイスショーの暗い中でで。 4回転トとト,トリプルアクセルを降りたということだとするとこれはなおさらすごいな,な,なおさらすごいことになると思うので大丈夫なのかな大変なことになってきた気がするんですけどね。 えですから、加、え、部、ー、さんがシニアの年齢が上がったことを残念だとおっしゃった意味が分かりました。ですから、指導者の方々、連盟をゆっくり大事に、えー、育ててほしいと思いました。そうですね、ちょっと本当、彼女にとってみたら、まあ、ずっとそういったあの、なんだっけ、日記にね、やっぱあの小さい時の日記に、えー、ミラノオリンピックについて書いてあったんでね。 うん、だからやっぱその夢がちょっと壊れてしまったとかけ設計をし直せなければいけないっていうところがちょっと彼女にとってはあるかなと思いますね。うん、ただかなりそういった意味で夢の修正とかをあの結構その冷静にできる選手かなというのも感じられるのでそういった意味で「あこうなってしまったんだしょうがない」ってやってしっかり夢の,あの形成とか再,て再設定とか落ち着いてできるような選手なのかなとも感じるので。うん だから、すごくそういった意味では結構前向きな気もしますね。うん。わかりませんけどもね。うん。そして、友野くんのショートプログラム、個性的に素敵でしたよということで、えー、友野さんも楽しみですね。うん。えー、遠慮なく僕は、えー、勝っていってほしいなと思います。どんなショートなのかもちょっと気にはなるんですけど、はい。うん。まあ、彼はもう本当に力を出せれば、上にいける選手かなと僕は思うので、 まあ、昨シーズンもね、それがあの物語ってる試合も結構ありましたから、えー、ぜひね、遠慮しないで勝ちに行きますというような強い言葉が出てくると、結構、なんて言うんでしょうね、あの友野君は上に行きそうな気は、僕はするんですけどもね、うん。はい、えー、そんな感じですけど、ちょっと宇野君のコメントをちょっと先にまとめていこうかなと思いますね。でもフィギュアスケート、あっ、結構、ほの話題も結構多いかな。あ 三まさんからちょっと来てますね。ありがとうございます。えー、こんばんは、えー。ドリームオンアイス夜公演を現地に行きたかったけれど行けず、オンライン配信で見ましたよということですね。日頃あまり見ないジュニアの選手もたくさん出ていました。ああ、なるほど。なるほど。ドリームオンアイスですね、まさに。えー、皆さん、えー、頑張っていました。我が推しメンの宇野昌磨君は、えー、ラスト最終滑走者でした。うん。なぜかアイスショーですが、私はドキドキしました。 出だしからやはり他の選手とは違う体験、体感の良さからくる安定した動き。手足は体が小さいのに大きく見えるし、氷に吸い付く感じが見た目にも違う。また今季なぜかロック調。似たような曲が多いけど、グラビティはなぜか哀愁があり、大人の色気みたい。そして余韻、気だるさの中に、 えー、心地よいみたいな同じロックでも癖になるような曲がまたいいですね。ということですね。哀愁があって大人っぽいということね。これはね、なんかそんな感じということなんですけど、派手さがないのが逆に良さが引き立ち。うん、あのポイントとしてはやっぱりあのこの辺がマーカーになってくるのかなってちょっと思いますね。派手さがないのが逆に良さが引き立ちっていうのがちょっといい,い,い感じの表現。 なのかかかななっってちょっととりやすいかなと思いますいい思まねで翔馬くんの両腕もえっ、ー、と動く、伸びる、上がるということですね。グラビティという感じですかね。うんえー、何気なく苦手を克服させて得意にさせるステファンマジックが昌磨くんにかけられましたね。えー、ナイスステファンということです。またジャンプも4回転トーループ、えー、美しかったということですね。 で、トリプルアクセルもこれも美で、トリプルサルコ余裕があり、試合はさらに難易度を上げるから楽しみですね、ということですね。うん。え、ジャンプの配置としてはこういう感じでしょうかね。うん。まあ、これがまあ、4回転ループになったり、サルコー、あ、フリップですね。フリップになったりとか、いろいろこう、ね、変わってくるかなと思うんですけど、個人的にはね、4回転フリップと、もう一つ、 サルコーとかにねしてくる可能性があるのかなと僕思っているんですよねやっぱあのショートのレベルアップっていうのを、えー、狙ってい,いきそうな僕は気がしていて、えー、まあ4回転トイレブ結構ねあのやっぱり失敗することも結構 ままずあのたまにあるのかなっていう感じられるんですねなのでそう思うと最近サルコウとかループもかなり安定してきていると思うので4回転フリップからのコンビネーション4回転フリップトリプル等であったりとか単独のジャンプを4回転サルコウとかあるいはループとかに、ね、底上げしてくるっていうこともちょっと考えられるかなと思うのでいろんな挑戦ができやすいシーズンかと思うので楽しみですね本当に。うん、オンンラインだからあっという間でした また今夜 TBS で夜の、えー、スターズ、えーえー、と SS の星番番組に、あのー、宇野昌磨と星名前があるようで12時半から録画をしました。見て寝ようかな、お知らせまでにということですね。で、えー、またドリームもいいのですが、いいそうですが、ザ・アイスはさらに昌磨んがコラボやトークにもあのー、挨拶をするから出番が多い。 え違いなく楽しみです。聡子ちゃんと、えー、ペアプログラムみたいな去年のロミジュリ、えー、大事を取り、えー、できなかったから、えー、今年違う曲でも見たいなということですね。で、まお、あ、ちゃんも1曲でも超サプライズないかなうん。私が見に行くから何か起こられないかな起こると思いますよ。うん。奇跡を起こしてくださいます。えー、願望が2人、ラベンダー。 恋ではまたということですね。何かしらのそのペアで組んだりとかね、やってほしいなぁと感じるのでね、うん。ラベンダーはね、いいのいい気がしますのね。お互い演じてましたから、前のステファンのビバルディの式みたいにね、うん。真央ちゃんの、えー、なんだラベンダーね。うん。はい。あの ラベンダー僕、浅田真央さんから確か知った曲だったので、とても素敵な曲で、そこからあのいろんな方がね、使ってますよね。町田敦さんとか、翔馬くんとかも、うん、そうなんですけど、はい、えー、返信がございますので、見ていきたいと思います。MC さん、ありがとうございます。 えー、さんグラビティまた進化していましたねいやーちょっと気になるので早く見てみたいなと思うんですけど SBD が滑らかで上半身の使い方もどうなっているんだろうという感じでしたこの短期間で他のプログラムと並行してブラッシュアップもすごく頑張っていたものだと伝わってきましたいろいろ変更点があったのでまだまだこれからも変化していきそうですね ジャンプも数日前に足をひねってしまったようで、今回は何度落としているということらしいですね。なるほど、えっとジャンプ、ちょっと怪我をされているということみたいですと心配ですね。はい、試合の構成も気になります。えー、きっと今日見れた。今えー、演技も今回限り、それも貴重なものとして心に留めておきたいですね。それと、明るい照明の下で、えー、下でどんな風に？ 見えるのかも楽しみですね確かに。うん、あのそれがやっぱアイスショーと試合の大きな違いかなと思うんです。メーフェスは確か明るかったなかなと思うんですけどえっとまあ普通のアイスショーだとね、えー、まあ、暗いですからね。うんですがちょっと手間が心配ですね。うん えエミリーさん、こんばんは。え美輪様、MC 様、そしてまだ靴が変えたばっかりで、良い練習があまり詰めていない状態で、これらしいですね。なるほど、そういう感じなんですか。靴が馴染んで、怪我が治って練習ができたらどうなるんでしょうかということで、えっと、靴が馴染んでいないということが、怪我の原因にもなっているんでしょうかね。ちょっと心配ですけど、怪我をされているということで。 えー、治ってほしいなと思いますがちょっと不安ですね、これは。うん、でも、あの昌馬選手、ね、たまにその結構こう、怪我とか抱えていることが結構、ね、頻繁にあるんですが、足がひねっているということなんで、捻、え、挫、ー、と,とかでしょうかね、でも捻挫とかでも、普通滑ることができないぐらいだと思うんですけど、ちょっと僕の話になっちゃうんですけど、1回スケートで捻挫したことあるんですよ。でそしたら、1ヶ月は乗れなかったですからね、僕はね。 うんまあ、僕ごときなのであれですけど選手たちって捻挫ぐらいのけがだと練習あんまり休まないのかな、ね、だから本当なんかそういった意味でとかいつもそういった意味で選手たちは本当すごいなっていう、ね、過酷だなとちょっと思うんですよね。うん、だって吉田正尚選手だって捻挫してトリプルアクセルとか普通に全日本やってましたからすごい精神力とかすごいなって思いますね。うんまあ、あの多分なんか 痛みのみとか打ってるのかもしれませんけどもね。うん、MC さん、えー、そうですね演技以外の部分にもまだ伸びしろがえ靴の件は解決したと思っていたらまだ思うような練習ができていなかったようですね。ということで僕もこの靴の剣すっかりこう解決したのかなーって思っていたんですけどちょっと解決がまだできていなかったのかもしれないですね。 うん、靴の部分もそうですし皆さんおっしゃっているように、えー、ブレードも変わっているようなのでということですよね。なんか山一どの子のという話もされていたのでそれも関係しているのかな、うん、調整が難しそうでもきちんと馴染んだらきっとまた1年長持ちしそうですね、えー、だから今だけ大変ですが乗り越えてほしいですということで僕も同じですね、うんはいまあ、ちょっと心配な情報ではあったんですけども、えー 焦らずにね、うんまあ、でも、なんか、まあ、ぼちぼちやっていたような気がしますね、やっぱり前向きな宇野昌磨選手ですからね。うんはいえー、そして、マリニンさんありがとうございます。これは宇野昌磨君が忘れ物というやつですかね、忘れ物をするということかな、確か。うん、はい、えっと、忘れ物って、昌磨君がコロナ禍、中京大学のスケートリンクで練習していました。えー、多分後遺室で 大きな段ボール箱に、ショーマと書かれた忘れ物ボックスがあり、見つけた人が入れておく、もうショうまくんの会話の通常運転なんです。これはちょっと神エピソードですね。あの、結構忘れ物しやすいっていうことなんでしょうかね。で、さて、私は同じような感じです。えー、あ、でもそう、しょくん忘れ物はしやすいんですけど、そういうふうに対策をしてたということですかね。 いやさて、私は同じような感じです。高校生の時、お弁当箱など入れるサイドバッグとカバンを持って出かけるのですが、えーえっと、一家に着く時は、家に着く時は、な、え、ぜ、ー、かカバンしかないんです。どこに置いたか落としたか全く覚えていません。だから、高校卒業してからは、カバンは一つしか持たないということですね。ああ、でも、カバン高校の時って二つありますよね、確か。あでも一つだけだったかな。サブバッグみたいな感じの。 うん、中学校の時がなんかあの何だっけなんかこう中学校的なランドセルっぽいやつしょってでそこにサブバッグっていうなんか体操着みたいに入れる青いなんかバッグ抱えてましたけどねあれ中学校でサブバッグだけを持ってくると、えー、怒られるんですね先生に高校の時はサブバッグだけだった気がしますねちょっと忘れましたねうんはいまあそんな感じなんですけどでもね名前書いてありませんかサブバッグになんかうん名前書いてあったんでなんか そのあのねえー、最大の忘れ物は車ですということなんですけど、車ですか、朝起きたら駐車場に車がない、盗まれたって騒いでしまった、なんと車を置き忘れて歩いて帰ったんでした。あの ちょっと失礼なんですけど、酔っ払ってるとかそういうことじゃないですよね。うん、僕はちょっとそういうなんかね。酔っ払っお酒とかを飲まれてて、ちょっと車を飲まないで歩いて帰ってきたとかっていうことではなかったり。とか、あの誰かにこう酔っ払ってしまったからあのなんだっけ。えっ、ー、と他の人に解放されて、えっ、ー、と家に行ったから車を置いてきたとかっていうことではないですよね。うん、いやーすごいですね。あのね、僕がね。 あのー、昔、日本でちょっと、ね、練習してた時に、ある女の子がですね、フィギュアスケートのスケート靴を忘れた子がいましたよ、あの試合の時にね、うん。試合の時ですよ、うん、スケート靴を忘れたっていう子がいましたね。うんえー、何して、あのー、何しに行くのって先生にあの鼻で笑われててで、ちょうどその時まだ時間あったんで、しかもいいから近かったんで、ね、運がよくね。だからスケート靴持ってこいと、スケート靴を忘れるっていう子もいましたね。でもなんかのほほんとしてましたね。 うん、えー、ってなって僕だったらパニックを起,起こすところを「あっ?」とか言って、うん、<laughs> あのそんな感じだったんで、うん、この時は自分でも私は大丈夫かって本当に思いましたということですね、うん、ちょっと心配ですけど、まあ、でもそんなに、ね、心配いらないんじゃないかなと僕はなんかたまにですけど、えっと、持,ってるのも持ってるのにあれっていうのありますよ。うんなんかまあね 眼鏡とかも、あれ、ガネどこだっけとか言ったら自分でかけてるじゃんとかってなんかありませんかね、うん。まあなんかそういうのがあったりとか、あとはなんかあの中学校の時は上履きを探してて、あれどこだっけって言ったら自分で持ってるっていうね、うん。あと自分で履いてたりとかもしませんかね。あれとか言って、あ違うとかってなって気づくっていうことはあるんですけど、うん、はい、まあそういうことですね。でも、まあ、なんていうのかな、うん、車を忘れるっていうエピソードはちょっとすごいですね。うん ワイムさん、ありがとうございます。マリデンさん、私も小学生の時に学校にランドセルを丸ごと置いて帰ったことがあります。すごいですね、皆さん。家の扉を開けた途端に背中が寂しいことに気づき、学校まで取りに帰りました。すごい面白いエピソードですね。カバンは確かに一つがいいと思います。 えー、可能なら、でもどうしても一つにならなかったときは危なかったですよね。小学校の時はランドセルだけだった気がするんですけど、なんか、あでも手先袋とかもなんかたまに持ってきますね。体操着かな体操袋かなうん。えー、っと、そんな感じで、でもどうしても一つにならなかったときは危ないですよね。一つ忘れる可能性大だと思います。私も経験ありです。 よかった私もマリネンさんもしょうまくんと仲間ですねということなんですけど僕もちょっと仲間に入れてほしいのかなとちょっと思わなくはなかったりはするんですけど、えー、エミリーさんありがとうございます、えー、それなのに手袋を忘れたスケーター仲間に自分のあげているうちに自分のロゴ入りのウノワン手袋が、えー、その界隈が流行ってる風になっているという魔法,も魔法みたいな本当の話 うん、なんか皆様に渡してましたよね、友野くんとかだったかな、うん。ちなみに私は他人のカバンを持って帰ったことがあります。あなるほどですね。うん、なるほど、他人 <laughs> 間違えてしまったってことですね。えあとはあ、でもこれはランドセルということじゃなくて、えっと、あとは銀行行こうと思って家に出たのに通帳を持ってなかったというのはザラですということみたいですね。 あなるほど、なるほど。あまあ、結構だから、じゃあ、やっぱりファンの方も宇野昌磨選手と同じ波動を持っている方が結構多いのかなちょっと勝手に思っちゃうんですけどもね。うん、はい。まあ、そんな感じでね、ねあのあの、いろいろ忘れ物、ちょっと注意したいですけども。うん はいえー、続きまして、なみなみさんありがとうございます。えー、ドリームオンアイスの話もいっぱいいっぱいしたいんですけど、えー、しょうまくんが、姉さんの素敵なエピソードをナウボイスに上げてくれましたねということみたいです。えー、ツイッターでもすでににぎわっています。本当はドリームオンアイスの最終滑走は姉さんだったそうです。私もそう思っていたんですが、実際に今日の公演を見て、姉さん からの坂本選手からの翔真君という順番でした実はこれは姉さん君がここは日本のショーで翔馬君を支えたいという気持ちからおそらく順番を入れ替えたというか翔馬君にラストを譲ったらしいですよということですねこれはちょっとすいません神神回というか神 コメントというか、神エピソードでよろしいでしょうか。えー、世界王者の翔ょうくんと、世界女王の坂本選手に敬意を表したのかなと思います。いやー、なんか、温まるエピソードですね、これは。うん、そして、その姉さんの心遣いや人柄を称えたくて、どうしてもこれを、えー、自分の言葉で伝えたくて、ナウボイスをわざわざ、えー、上げてくれたのかなという翔ょうくん。 姉さんのこの、えー、気遣いを素敵と思えるということは、翔馬君もこういう人であるということ。うん、なるほど、素敵ですね。びっくり。そして、えー、その素晴らしさをどうしても早く伝えたいというのも、とても素晴らしいことですよね。ますますこの二人の相思相愛ぶりが分かりますね。うん、いやー、なんかもう、すごい素敵なエピソードで、びっくりします。うん なるほど、姉さんチームが一番最後だったんですね、本当は。えー、フィナーレでも姉さんと手をつないだり、えー、終始、姉さんの隣が後ろにいて、えー、ニコニコの翔馬くんでしたよ、えー。最後に姉さんくん、翔馬くん、湯町のトップ3で同時にジャンプするなど楽しませてくれました。えー、姉さんとのエピソードを聞くと、ますますザ・アイスとの、あ、ザ・アイスのコラボが楽しみで、やばいです。 であのー、コラボするんですよね。うん本当仲いいですね、えー。それにしても本当に姉さんはキング・オブし、えー・キングオブ紳士ですね。うん、なんかねそんな感じしてますね。紳士っていう感じがしますね。うん なんかあのそれこそ、ね、なんか理想の上司って関係ないか、ね、なんかそんな感じちょっとしたんですけど、なんかうんに、ねまあえっと、姉さんとの裏話をどうしても伝えたかったので、帰宅してまだ興奮していて、ショーの感想はまとまらないですということで、ありがとうございます。いやー、ちょっと神エピソードだったということでよろしいでしょうか、これは。うん、結構、最近の中では神エピの中に入るかなと、と僕はちょっと。 思うんですよこういう話とかいっぱいなんかス,ターあのスポーツ紙報じてほしいですね、うん。なんでいっぱいなんか話題はいっぱいあるはずなのに、なんでこういうことは話題にしてくれないのかちょっとわかんないんで、うんなんかそうしそう相振りがとても愛を感じるね、あれかなと僕は思うんで、とても素敵だなと思いますね。うん、はい、えー、そしてエミリーさんありがとうございます。しょうまくんが鳥になったあ、鳥に変更になったというエピソード。 鳥,あ鳥って、大鳥の、あれか、そうですね、鳥ってあの飛ぶ鳥の方じゃないですかね、はいえー。鳥の方に、えー、変更になったというエピソードを私も聞きました。えー、先ほどのナ々さんのお話なんですが、しょうまくんは、姉さんくんがそういう配慮をしてくれるいいやつなんだぞということを話してくれましたが、えー、これは同時に、本当の鳥は姉さんなんだよということもしょうまくんは言いたかったんじゃないかなって思いました。あー、なるほど、なるほど、優しいですね。 ああ、そういうことなのか。うん。なんか、温まるエピソードだなってすごく思っちゃいます。なんか、いいですね。友情を感じますね。うん。んこういうの聞きたいですね。こういうなんか、素敵な話、もっともっとね、あると思うんで、うん、なんか、温まりますね、僕は。今回のドリームオンアイスでは、マリニン君や姉さん君の時にも、バナーや星畳旗がたくさん振られていたようですということですね。いやー、でもね、なんか、素敵ですね。そういうなんか、平和とかね、なんだろう、こう、 平和にしてくれる愛に満ち溢れているなって僕はすごく思うので、うん、僕はね、こういうエピソード好きですね。うん、癒されるので、うん、なんかこういうね、フィギュアスケート言ってやっぱいいですね、うん。とてもいいと思いますね。今期初め、早々今期早々から素敵なエピソード、本当にね、ありがとうございますですね。うん。はい。ということなんで、一旦ここで動画をね、ちょっと止めていきたいと思いますね。はい。